おいす、こんにちは、アメリです。はい、ということで1週間経ったんですけど、テニスの王子様コラボの交換所解説優先順位ですね、1位から全部で8位までですね、決めさせていただこうかなと思います。まあ僕の個人の意見なので、もちろん人によってはね、いろいろ意見分かれるかなと思いますけども、その辺はね、温かい目で見ていただければなと思います。で、裏千住を終えてというところで、まあその辺も踏まえての評価にはなってくるかなというところ、まあ結構このキャラクター活躍してるなっていうのもありますし、で、あと将来性を見込んでですね、俺はこのキャラクター結構いいんじゃないかと思うキャラクターも中には一体いたりとかですね。はい、ということで、まあもちろん現環境で輝いてるキャラクターの方が上には来るかなというところにはなってます。はい、ということでね、じゃあまず一番優先上からね、1位からいきましょう。はい、1位は鬼十字路。まあここは結構皆さん同意見かもしれないかなと。鬼くんはやっぱ取れるんなら取った方がいい。まあ火の無効貫通俺は全然使わないよっていう人からすると、まあ別になのかもしれないですけども、性能がですね、無効貫通で火力出してくれますよ。で、吸収無効の進化スキルになりますよっていうところになってます。この辺がポイントかなっていうところで、その辺の浮遊持ちのキャラクターよりも火力が高いような感じの覚醒を持っておりましてですね、で、メタルアンタレスがもう今月あとね、1日2日ぐらいしかないですけども、その辺を踏まえてね、そこら辺と一緒に、百式だったりだとは万寿だったりを、まあ、高速周回するような感じかなっていうところですね。無効貫通1コンボで敵をバコバコ抜いていけるようなダンジョンにはめちゃくちゃ強いという感じになっております。場合によっては殺し屋向けの周回でももしかしたらね、便利に活躍するケースもあるんじゃないかなとかも思ったりはしますね。リーダーも張れるので、自身鬼くんリーダーでとか、そういうのもできるかなという感じですね。アシスト進化に関しては1個目は、スキブの毒3つ、チーム HP 泥強比プラスで2ターン、あ、これ3ターンヘイスト持ってますよという感じ。まあこの武器も普通に強いですね。うん、毒耐性ちょっと盛りたいなっていう時には便利。もう1個は雲と捜査負荷を補いますよ。で、泥強も封印もあっての、3ターンチェーンで、あとはまあ体力タイプ付与もあるよっていう感じになってます。まあこれはこれで捜査負荷とね、雲両方補いたい、まあ封印も一緒に補いたいなっていうなった時に強いかな。雲と捜査負荷だったらフランキーの方がいいかもしれないんでね、封印とか泥強も一緒に欲しいなってなった時には活躍するケースがあるんじゃないかなと思います。はい、メタルアンタレス3枚取ったよとかいう人はね、絶対鬼十字路は取った方がいいかなっていうキャラクターですね。はい、っていうところになってますので、鬼十字路今回1位とさせていただいております。ということで、じゃあ2位いきましょう。はい、第2位は入江かなたくんです。新キャラですね。バインドスキュープラスの封印、10強3つのチーム HP を2個持ってるのがまあポイントで、聴覚性にもチーム HP もう1個あるよっていう感じですね。14ターンスキルで、2ターンの間 80% 軽減やりますよっていうところになってます。自傷もしちゃうんだけどね、まあそういうところで初手の耐久もできるっちゃできる。まあ個人的にはヘイストとかの方が強いかなって思ったりはしますけど、で、進化すると6ターンで打てるこの汎用性の高いスキルが魅力ですね。2ターンの間無効貫通と1ターン操作時間回復力、水属性のエンハンスしてくれますよっていうところになってます。無効貫通だとか、その操作時間とか回復力とかが、いい枠がいないよっていう方にとってはかなり取りがいのあるキャラクターかなと。まあ最前線で使うかはちょっと、僕の中では五分五分な感じに思ってます。もちろん使われる可能性は十分あるんですけど、チーム HP 持ってて、ただ無効貫通とかそういういい枠がいないよっていう人たちの人の方が、まあ取った方がいいのかなみたいな、まあそんな感じの印象に僕は思ってますね。リーダースキルは水回復同時攻撃で、動の効能 2.1 倍半減しますよ。まあ正直そんなすごい強みがあるようなリーダースキルではないかなと。まあここのスキル目当てですね。うん、本体として使うんだったら、ちょっと前のダンジョンとかだったら結構いいのかなと思うし、普段使いとしてはかなり強いようなキャラクターになってきますので、まあその辺ね、ちょっと揃えたいなみたいな。うん、そういうポジションの無効貫通とかのキャラクター揃えたいなって人は、まあ持っておく価値が十分あるかなという。で、アシストに関してはめっちゃいいと思う。アシストはめちゃめちゃいいと思います。まあ、このアシスト込みでの第2位に入ってきてるかなっていう感じですね。テニスラケットの方はバランスタイプ表封印、チーム HP2 個、雲の泥強ですね。で、あとはダブル吸収無効をやってくれます。3ターン継続しますよっていうところですね。封印耐性と HP を補いたい。で、ついでに泥強も補いたいってなったらかなりいい武器なのかなと思います。まあ、雲もおまけでありますけど。っていうところになってますので、まあ、封印耐性武器として HP もの自分にはかなりいいと思いますね、この武器。で、もう一個の武器、これがね、今のところ代用が少ないんですよ。スキブ持ち、チーム HP、チーム回復、泥強を持って操作か。操作かを持ってる3ターンヘイストの武器ですね。3ターン以上のヘイスト武器がこれか大石の武器しかなくてですね、操作か持っててってなると。
なので、その辺での、使い勝手がかなりいいんじゃないかなと思いますね。まあ、操作を我慢すればいい話にはなってくるかもしれないですけど、こう、欲しいところの覚醒を持ってるじゃないですか。チーム HP、チーム回復持ってっていうところで。まあ、両方チーム HP だった方が良かったまであるかもしれないけども。まあ、泥鏡も漏れるので、まあ、この武器の評価が一番僕的には高いんじゃないかなと思います。で、次にまあ、本体性能かなみたいな。まあ、そんな感じですね。武器含めて、まあ、確保する価値は十分あるかなと思います。ということでね、2位が入江かなたくんでした。3位いきましょう。はい、第3位、越前龍馬くん、主人公ですね。龍馬くんは本体性能として見てないです、正直。本体が暗闇漏れますよ、7強と、まあ、10強で火力はまあまあ出しますよと。で、3ターンスキルからの、操作時間とか上げてグラビティして、次1ターンになって今度軽減と操作時間上げて、最後も1ターンで今度無効貫通、誤加算エンハンスみたいな感じで1に戻るんですよね。まあ言うたら3、1、1なんで、まあ5ターン、計5ターン分貯めればみたいなところになってるんですけども、正直使い勝手がめちゃめちゃ悪いです。越前龍馬くんは正直使い方が非常に難しい。よく言えばギミックを操作時間とか軽減とか無効貫通で、まあ、一人で何役かこなせるっていうのはあるんですけども、やっぱりこれは前初実装されてからもう全然使わなかったですね。実装当時は使ったんですけど、あ、火力出るね、強いねっつって使ったんですけど、そっからじゃあ使われたかっていうとマジで使わなかったですねっていうところがあるので、まあやっぱ使いづらさが目立つようなキャラクター、最後で止まりは強いんですけどね、この最後3ターンぐらいでいいんで。ただね、1に戻っちゃうのでまた打っていかなきゃいけないんですよね、こまめにね、っていうのがあって、ちょっと使いづらさはあるのかなという印象です。リーダースキルは7コンボ半減、3色半減っていう感じになってます。で、新しく進化した究極進化の方に関しては、まあ、ウルフデートな専用機みたいな感じのものですね。2ベイ3色10強で火力出しますよと。で、スキルは18ターンで2段ヘイソの進化スキルで5ターンで打てる貴族性変化させながら無効貫通してくれます。泥鏡も入れます。無効貫通継続が1ターンなのがちょっとねーって感じなんですよ。まあ、貴族性にするっていうのがあるので、まあ、そこを含めての評価になってくるかなっていう感じですけども、自分が苦手とする水属性の敵に対して火力を良くさせていくっていうところですね。まあ、フィニッシャーとしては強いんかもしれないけども、ちょっとどうかなみたいな、その道中では使いづらいかなみたいな感じですよね。リーダースキルは回復力が漏れます、ダメージ激減できますよみたいな感じですね。ウルフデータナの色の指定なので、まあ、これはウルフデータナと合わせればとは普通に強いです。割合に強いウルフデータナが誕生するみたいな感じですね。まあ今の環境でちょっと欲しくなるようなリーダー性能を持っているので、もちろんリーダーとして運用してウルフデータナ2枚サブとフレンドでループさせていく、まあそういうのはありなんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、使われたとしたらこっちの方が使われるのかなという印象にはなっております。で、一番評価が高いのはやっぱこのテニスラケットですね。チーム HP2 つの火と水泥強、火水コンボ強化の3ターン遅延できる武器となっておりますね。まあ無効貫通もできるんですけども、まあこれは強いですね。やっぱ泥強が欲しい環境で、チーム HP も欲しい環境で、火水コンボ強化はセーナとかの編成を使う分にはかなり相性がいいのかなという印象になってまして、3ターン遅延もできますというところで、まあこの武器は間違いなく強いですね。セーナ編成だとかなり相性よくハマってくれますので、その辺含めて使ってる方とかは武器として使ってあげると強いんじゃないかなと思います。もちろん別にウルフデートナだったりね、その辺の編成にも入れる分には強いんじゃないかなという印象ですけどね。まあ、このテニスラケットが一番一前区の中では評価が高いかなというところ。もう一つはスキブチーム HP チーム回復2つあっての、暗闇2つの13ターンで打てる吸収無効しますよ、ダメージ、あ、ダブル吸収無効ね。で、あとは陣打ちますよって感じです。正直そこまでかなという感じになってます。はい、まあテニスラケットおよび新しくもらった究極進化の方が、まあ使い道としてはあるのかなという印象になってます。まあ別に無理して交換するっていうのはちょっとどうなのかなって感じですけどね。まあ手に入れれるんだったら武器持っておきたいかなぐらいなもんかなとは思ってます。まあ不安な方は取っておきましょうっていう感じですね。はい、ということで越前くん第3位でした。第4位いきましょう。はい、第4位、藤修介ですね。藤くんは、まず進化前は2ターンで打てるようになったスキルですね。222で打てますよと。木は毎回最下段に列で生成してくれます。そこに付随する効果が操作時間回復力エンハンスだったり、ダメージ激減キメザメだったり、あとはバインド覚醒無効とかの全回復だったりとかになってきます。まあ欲しい時に欲しいスキルが準備できるかどうかが結構肝になってくるかなっていう感じですけども、まあ使いやすさはだいぶ上がったと思いますね。強化によってスキルターンが短くなったので、なので、まあ場合によってはかなりいいポジションに入れるし、まあ1体でね
いろんな役割こなせるので、ギミックの対応力は高いかなっていう感じ。まあ言うと越前と同じような感じですけどもね。ちょっと使い勝手は悪いかなと。難しいところはあるけども、うまく使えば藤くんがかなり綺麗にはまるケースもあるのかなっていう印象ですね。で、あとは回復ドロキョとかもらって、まあ暗闇耐性もありますし、まあ火力覚醒は正直そこまでかなっていう感じですけどね。火力に期待はできないですけども、まあスキルでの生成のサポートだったりとか、農地ジャス、学園農地ジャスとかね、あの辺とかでは使えるのかなっていう印象です。で、新しくまたこっちがですね、結構今の最前線でね、動けるかなっていう感じなんですよ。10強と無効貫通ありますよと。で、回復ドロキョも持ってますよ。18ターンで3ターン遅延からの進化ですね。まあこれ強いね。で、進化すると5ターンでループします。3コンボ加算と操作時間の2倍ですね。これがループするんですけど、これが学園ノーチアスのスキルと結構いいハマり方するんですよ。学園ノーチアスが、ルーレット作るっていう、あとまあ自分が上限解放するって感じですけども、ルーレット作ってくれるだけなんですよ、言うとね。なので、操作時間を伸ばしてくれるのがこの役割ですね。それでルーレットからかなり取り出しやすくできるので、これで裏千住とかでもね、結構適性があったりしてですね、なかなかいいポジションのキャラクター。リーダースキルも、4加3持ってて、全パラ上げてくれてっていうところで、まあ木をつなげれば軽減するよみたいな感じになってますねっていうところで、まあなかなかこれもね、一応、まあ割合、まあ全パラ上がって終わりじゃないんで、軽減もあるんで、まあ多少割合にも耐性があってっていうところでですね、これはね、意外と今後使うかもしれないかなって思ってます。富士の究極進化はちょっと可能性を感じますね。学園ノーチアスが強いので、やっぱそこと合わせる分にはかなりいいのかなっていう感じですね。もし学園ノーチアス持っていますよとか、フレンドによく湧くなって人はね、使ってあげると非常に強い相方になってくれると思いますよ。で、武器に関してはチーム回復3つの列3つです。操作時間とかもろもろ上げますけど、正直この武器はそこまでかなと。もう一個は結構いい。機動力強プラス2つ暗闇 L 字持っています。11ターンで打てる2ターンチェーンと2ターンダメージ激減ですね。まあ、ドロキョもしっかり漏れるし、暗闇も完封できるし、なかなかいい武器持ってるんじゃないかなと思います。はい。まあ僕は藤君はこの究極進化が一番いいかな。今の環境を見るんだったら。結構これは最前線の人向けかもしれないですけどね。藤君なかなかいいポジションのキャラクターかなと思います。ということで今回4位に入れております。次5位いきましょう。はい、第5位、白石ですね。結構意外な人が多いかもしれないですね。僕はでもこのキャラクター正直今使ってないだけなんですよ。あくまで今使ってないだけで、今後何かあった時にこいつにしかできない役割が登場しそうな気がしてて、これすごいですからね。よく見てくださいね、これ。まずスキブが4つありますよと。で、まあ、お邪魔耐性持ってます。で、超学生になんと毒耐性もあります。ダブル耐性持ちにできるか、スキブ6持ちにできます。で、12ターンで4ヘイストができます。すごくね。12ターンで、しかも操作時間とか回復力とかも補いながらの4ターンヘイストができますよというところで、で、ヘイストすると次は生成とルーレットがループする形になりますね。5ターンで打てる5ターンルーレットっていうところになってます。光のコンボパが来た時にはかなりいいポジション、サブでもいいですし、相方でもいいんですけども、まあそういうところにはまってこれるんじゃないかなっていうところ。今光のコンボがね、そんなにって感じだし、光属性といえばアグリゲートにちょっとね、ポジション持っていかれちゃってるので、まあその辺で微妙なんかなって思いますけど、これすごいからね、スキブ10稼ぐからね、一人で。スキブ10稼ぐか、スキブ8で、もしくは耐性、この毒とお邪魔のダブル耐性盛るか。結構やってることはスペック高いと思います、このキャラクター。将来性にかけるなら、一体持っておいてもいいかもしれないけど、まあこれはあくまで可能性にかけるだけなんで、もう全然使わないやんってなる可能性もあります。でも、強化前はもうルーレットはループしなかったはずですね、確か。まあそういうのもあったりで、結構強化によって化けてると思ってます、このキャラクター。なので、今後の環境を見据えるんだったら、一体持っておきたいかなって僕は思いますね。結構一番、なんだったら一番注目してるまであるっていうところですね。まあ上位に上げてもいいけど、やっぱ今の環境で強いキャラクターを上位に上げてるので、ちょっと4位、5位か。5位まで下がってきちゃってるって感じですね。将来性を考えるんだったら僕は白石めっちゃ上に上げますねっていう感じですね。はい。結構いいよ、このキャラクター。武器に関しては、雲の泥強光でプラスで2つ持ってのチーム HP50% 以上強化。ね、ダブル吸収向こうやりますよ。まあまあまあ、普通っちゃ普通かなっていう。で、もう一個は光コンボ強化2の毒のスキブで18ターンで3ターンヘイストしますよっていう感じですね。まあ3ターンヘイストは強いけど、覚醒がちょっと物寂しいかなっていうね、2ウェイプラスとかだったらいいかもしんないけど、はい、まあそんな感じになってます。これ本体で一番将来性感じると言っても過言ではないぐらいのキャラクターになってくるかなと思いますので、まあちょっと将来いつね、テニスの王子様コラボが復刻するかもわからないんですけども、まあいざという時に欲しくなる可能性があるなという感じですね。はい、ということで白石が第5位でした。次6位いきましょう。
はい、6位が雪村ですね。雪村はですね、スキブが最高6にできますね。2段変装もできるので、まあ、スキブ8にできたりとかね。で、あとは、最初覚醒無効解除しながらの、進化すると、一旦知恵のダブル吸収無効。言うと、キュベレと同じスキルになりますよと。キュベレが確か7ターンだったはずですけどね。一旦重いか、はず。はい、まあ、そんな感じになってます。まあ、遅延できるっていうポイントが、まあ、裏千住でも一応前田刑事とか明智の階層で刺さったりとかでアシスト返す分には強かったり、まあ、一旦遅延が意外と強い場面もあるっちゃあるかなと。覚醒は7強プラスで結構上がってはいますがっていうところですね。うん。まあでもそんなにすごい火力が高いわけではないかなっていうところ。吸収無効枠としてまあ潮流とかだったら結構良かったりはするのかなっていう印象ありますけどね。うん、まあ最前線で今後とも動くかはちょっとどうかなみたいな感じになってくるかなっていう印象です。リーダースキルは半減半減持ってて、まあ一応ウルフデトラの激減枠とかにもなれるかなと。4加算もあるしっていうところで、まあそういうところのポジションも張れるっちゃ張れるっていう印象ですね。うん。で、アシスト進化はスキブ、回復トロ強のクライム2つ2ウェイの3ターンチェーンできますよと。まあ正直普通ですね。そんなに強みはない。で、もう一個は封印、チーム HP2 つ、光列強3つの2ターンヘイスト。これは強いと思います。封印持って、チーム HP2 個持って。まあ光列強が活かせればなお強いんですけどね。まあこれは光列パガキ次第っていうところですね。2ターンヘイストできるのかなりいいと思いますね。なかなかね、封印持ってチーム HP2 個の2ターンヘイスト武器ってなると少ないので、まあそうなってくると雪村の武器が活躍する。まあこの武器が僕は一番使うと思うね、雪村はね。使うんだったらこの封印武器かなっていう。まあ次に本体性能が使われるかなみたいな感じですけどね。まあ今の環境だと、ちょっと使う頻度は下がったかなと。どうしても持っておきたいっていうほどでもなくなったかなと。まあ持っておけばね、もちろん吸収無効枠としては強いので、吸収無効のキャラクター少ないよっていう方はね、交換検討してもいいんじゃないかなという印象になってます。はい、ということで雪村6位でした。7位いきましょう。はい、第7位がアトベですね。あるんですけども、進化前もうついさっき使いましたね。裏千住の方でかなり活躍してくれました。ですね、性能としては火力覚醒は正直今の環境だとそんなにです。まあ操作負荷十字持ってるのがポイントは高いかなって感じで、スキルが6ターンで打てて進化しますよと。ジン打ってくれて一旦遅延ですね。この一旦遅延がですね、裏千住でいうところの明智だったりとか前田刑事の階層で、刺さってくれましたね。あれでアシスト返せます。で、その後は次連続で一応ジンが打てるような感じになってます。今度はエンハンスコンビのジンですね。まあとにかくもうジン枠、敵の花火スキルを対応させていくっていう分には結構強いかなと。まあ色的にもグランエルブと合わせてあげるのが結構いいかなっていう印象ですね。で、リーダースキルも水闇で半減3加算、9コンボでさらに半減24倍出しての固定1ダメージっていう感じになってまして、まあ自己完結してるコンボ加算と固定ダメージを両方持ってるので、使いやすさとしては結構いいのかなっていう感じですね。うん、まあ裏千住でこそ輝いたっていうのはあるんですけども、まあ別にすごい目立った強みがあるかっていうと、まあそこまでっていう感じっていう、まあ正直そんなもんですね。今後とも使うかはちょっと微妙なラインかなとは思ってますね。ジンはもちろん強いんだけどね。で、新しくもらった究極進化に関しては7強と無効貫通で火力を出していけますよと。で、スキルは、まずは18ターン2ターンヘイスト、これ強いですね。で、その後は1ターンでもうヘイストしますよって。最後は止まります。6ターンで打てて2ターン敵全体を火属性に変化させ2ターンダメージ半減と5加算ですね。まあこれが綺麗にはまるケースはあるのかなとは思います。まあ最後止まってくれるので、まあそれはそれでいいのかなと思いますね。まあ結構サポート的なスキルですけどね。得意属性に変えてダメージ半減して5加算、まあコンボ現象とか、特にまあ裏千住とかがそうですけどもね、その辺を、コンボ現象とかを返していく分には結構返していくつか、まあ上書きするというか、どう言ったらいいんだろうあれ上書きはされないからな、難しいな表現が。コンボ現象をまあ足していくまあこっちで足し算していくみたいな、うん、あれなんて表現したらいいんだろう。上書きはできないですよね、コンボ現象をね。まあそんな感じになってますね。うん、だからまあ使い勝手はね、どうかなっていう感じ。まあ、ハマれば強いかもしんないけども、現状だと、まあ、とりあえずそこまでなのかなっていう印象にはなっておりますね。どうしても、貴族性とかの敵でね、勝手敵が出た場合には、色変える分には結構いいのかなとか思ったりしますけどね。リーダースキル76リーダーになってますので、まあ、76リーダーとしてのね、役割はあるのかなと。リーダーチェンして何かを76で使っていくっていうのには、いいんじゃないかなとは思いますね。うん。まあ今すぐ欲しいってほどではないのかな。まあ裏千住の動画出してますけど、そういうのを見ては組める使いたいなって思った方は進化前でとりあえず取っておくとかはありかもしれないですね。
武器に関しては水届けプラス2つお邪魔 L 字ですね。2ターンの間無効貫通して敵を永遠に火属性に変えますよみたいな感じのスキルになっております。まあこれはこれでいいんじゃないかな。お邪魔と泥鏡漏れるのは強いかなって思いますし、まあついでに L 字もロック目覚めとかの対策にはいいのかなと。まあお邪魔武器で欲しくなるケースはあっても全然おかしくはない。でもう一個はスキブと十字持ってるヘイスト武器って感じですね。まあ泥鏡もついでに補えたりはしますけどっていうところ、めちゃくちゃ強いわけではないけど、まあヘイストできるのはいいんじゃないでしょうかっていうところ。まあね、全部ね、めちゃくちゃ強いわけではないみたいな、アトベは。まあ、時たま役に立つみたいな、まあそんな感じのポジションからどの形態もっていう感じ。まあそんな感じですね。まあ究極進化はちょっとこれからかな、将来性かなみたいな感じになっております。はい、ということでアトベ第7位でした。じゃあ8位いきましょう。はい、最後第8位はデューク渡辺ですね。新キャラなんですけども、ちょっと残念というか、まあ環境的にちょっと微妙っていうのがあってですね、本体としていい点はまず雲と操作丘を自分で持ってる点ですね。アシスト剥がされてもこれで対応できるよと。18ターンで3ターンチェーンできるのも強いと思います。その後は1ターンで毎ターンロック解除していきますよっていう感じになってますね。まあもう本当にミリーって感じ、もうミリー専用の人みたいな感じなんですけども、ロック解除ミリーができないのでそこを補っていくよみたいな感じですね。まあ回復力 1.5 倍って、まあ気持ちばかりの強化かもしれないですけどね。まあそんな感じです。上にクルセイダーとかそういう軽減枠つけて軽減ループとして使っていくのもまあ一つの手かなというところですね。まあそもそものミリーがそんなに強くないっていうのもあって、ちょっと微妙な位置づけかなと。リーダースキルはキーヒの同時攻撃ダメージを激減24倍、参加さんの固定500万。まあ自己完結してますし2色でいいので使いやすさとしてはまあまあいいかなと。ミリーの相方張る分にもいいんかな。ミリーは全パラ上げるだけなんでダメージ激減で割合に強いミリーを作り上げますよみたいな、まあそういうポジションにもなってくれるっちゃなってくれるかなっていう印象ですね。まあ最悪フレンドに出してもらえればいいような気もしなくはないですけど、で武器も正直微妙だと僕は思います。バインドのチーム HP3 つ、デュークの武器じゃないとダメっていうケース本当に薄いと思ってる。あの貴族性のパラメータ上げで強いからみたいな感じですよね。泥鏡の木とかがここに加わるんだったらまた話変わるんですけど、泥鏡も持ってないじゃないですか。甘子積みでいいんじゃねみたいなもはや甘子積み、あのエンハンスト HP2 倍っていうのがまあどこまで輝くかっていう感じにはなってきますけども、どうしてもこれじゃないとダメっていうケース相当ないと思う。マグニートでよくねだったらみたいな感じになってくるかなと思いますし、もうなんだったら甘子で、この覚醒だけの目当てなら甘子でいいよねと。アシストボーナス木に乗っけたいんだったらまあデュークの武器がよりいいよねっていうポジションにはなれるかもしれないけど、正直僕はそんなに使わんかなとは思ってますね。使ったらごめんだけど。でもう一個の武器は体力タイプ表のスキブ2個でダメージ 80% カットって感じですね。まあこの 80% カットっていうのがちょっと気にはなるかなっていう。まあ言うとあの手塚と同じような軽減貼るじゃないですか。だからこれ使ってもうスキルメインで用意していくキャラクターを用意してあげる、これはいいんじゃないかな一旦ですけど、まあ言うたらもう本人よ、本人こういう一旦スキルでちょっと微妙だなっていうキャラクターにアシストでこういうのを乗っけて割合対策で使ってあげるっていうのがまあいいんじゃないかな。まあスキム2個しかあったら補えないんですけどね、 HP とかつけれないんですけどっていうところですけど、まあそういうのでちょっと割合ワンポイントでちょっと対策したいなみたいな時にこの武器を使って、母体のスキルじゃなくてこのスキルメインのキャラクターを用意してあげるっていう使い方はできそうみたいな感じですね。ただまあ交換してまで取るっていうのはちょっと、まあ、引けたら取っておくぐらいでいいんじゃないかなと僕は思ってますね。まあ僕はねこのキャラクターはこれ唯一可能性を感じるならこれですね。スキブ2個を補えるしっていうところで、まあそれぐらいかなという印象ですね。まあもしかしたら今後ねこういう木と火の 2way が輝いて使うケースはあるかもしれないけども、現状だとまあそこまでかなっていうところなのがデューク渡辺でした。はい、以上ですね。はい、ということで、まあ、鬼くん1位の、入江くん2位の、越前3位で、藤くん4位の、白石5位の、雪村6位の、後部7位の、デュークが8位という感じです。まあ、正直順位付けしてますけど、まあ、人によってはもちろん優先順位変わってくると思います。手持ちによって全然違うと思いますので、まあ、自分の手持ちと相談して、交換検討していただければなと思います。もう1週間ありますんでね、まあ、裏千住の様子とかも見てもらった方がいいかもしれないですね、というところになってます。はい、ということで少しでも参考になりましたら、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。